テル、ツインテルギフトありがとうございます。カイありがとうございます。あ、なんか引っかかった。今日ってアフロの日だっけ。え、今日はねツインテールの日だったはずだけどね。すごいんだけど。ツインテールありがとうございます。ハードありがとう。あ、なんか出てきた。なんか出てきたぞ。今日アフロの日だよね。なんかここだけそういう日になったね。よいしょ、よいしょ、ハートありがとう。出てきたぞ。リボンありがとうございます。ハートありがとう。すごいね。ちょっと真面目に見せてもらってもいいですか。しかもさ、このアフロ黒じゃなくてなんで赤なん。なんで赤なん。赤だから目立つんだよね。結構お気に入り。リボンありがとう。ありがとうね、みんな。アフロさんたちありがとう。おはよう、おはよう。ね、それは運営さんに言ってそんなことを言うな。あ、ごめんね。ガン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 。マリケイコのコバありがとうございます。リボンありがとうございます。今日は、なんか今日はね、マリーさんの生誕祭なんですけど、あの生誕祭の前に、あの学校で今日はバドミントンしてから劇場公演に向かいます。で、1時間目の授業があのバドミントンなんですよ、体育のね。だから、バドミントンなんかしちゃってから行きたいと思います。レイボンの日ありがとう。リボンありがとう。バドミントンよくやる学校やなって。え、嘘、高校になって初めてやるんだけど。バドミントンそれしてたっていうの多分中学生やない、それ。中学生の時もしてたよ。ね、コン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 、ミニケーカーのアコワン、ありがとうございます。ガチミントンですか。もちろん。確かに初めて聞く。そう、でもバドミントン意外に得意なの。ツイッターの日のツイッター上げといても、どのボタンも可愛いって。ありがとう、後で見るね。柔道はないのかって。剣道ならやったことあるよ、あの中学の時。メーン。あんた、ありがとう。ほっぺ高くて可愛いですね。すいません。外でバドミントンするのって、そうだよ。寒い。朝8時、じゃあ朝9時前後ぐらいから外で。寒い。超寒い。外なの。外じゃないの。中なの。外だと思ってた。あれ、中なのかな。あ、ついてる。ありがとうございます。なんでアフロちゃん言う、なんて書いてる？増殖してるの？あ、確かにさっきよりも増えてる。面白いんだけど。アフロ身につけたじゃないよ。普通体育館じゃない。体育館なのかな？中でしょ。あ、そうなの？外は風があるから無理です。でもツイッ、あのあれだよ、あのあれ、スニーカー、体育の授業の時はあのスニーカーを履いていかなきゃいけないんですけど、明日スニーカー履いてきてねって言われたから、やっぱ外だよ。やっぱ外です。これはリボンありがとうね。いや、オーダー最高最高。ハートハートハート、ありがとうございます。今日まだ寒いって感じてないよ。だってお部屋のあったかいところにしか行ってないから。まだ寒いって感じじゃない。だから多分駅のホームとかで待ってる時に激寒。
寒い日はアフロに限るって、いやいや意味わかんないからえ、でもさ今日ってさ寒いよね、今日ももちろんね、昨日と違って寒いよ、ツインテール5個たくさんありがとう、ありがとうございます。駅のホームは寒いよね、で寒いよね、寒いです寒いですよ、毎日寒いです、今日は風が強いからベタベタ寒いかも、チーン風強いのが一番苦手アフロよりお風呂それなあれな、窓開けたら真っ白になってた、あぽいねうちの地域はそうなんだ、リボンありがとうございます、それは冬だから寒いわな、当たり前、確かに6枚で足りる、あうんでもなんかもう6枚ぐらいが限界なんだよね、もうね、あとなかなか重ね着するの難しい、ボコモコモコすぎてアフロあったってあるんかーい、ペシンワイもふさふさアフロあったってあったんかーい、ペシン、すごいまた増えた、すごーねえねえねえ、本当に面白いんだけどさ、みんながアフロにしてる中さ、8位の方一人だけハゲにしないでくれないみんなさ今日はなんか おはげじゃなくてね、アフロじゃん、みんな髪の毛多くて髪の毛で寒さ対策しようみたいな感じじゃん、でもなんで8位の方だけハゲちゃったねえ、コン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 、マイゲーコのアクマンありがとうございます抜けがけずるいって、いや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 、みんなハゲになってもあ、戻ったかぶり直しましたやばいしない、あ、かぶったあんた、ありがとう、今日の公演はハゲですか、今日の公演はアフロですか、アフロつけてたとしたら旅立てジャックで多分取れるね、ならこれで、いやなんでやねんアフロ持ってたって、あ、持ってるんだすごーい、すごいすごいね、ずら認定かぶったんかぶる、食べたてアフロってやめてー、朝の15分がアフロで終わっちゃう学籍アフロだらけなんでしょう、だって違う、今日はマリンさんの当日生誕ですアフロじゃなくて今日マリンさんの生誕祭です、お誕生日おめでとうございます、皆さんで、ね一緒にお祝いしましょうやっぱ当日ファンの方とメンバーと劇場で過ごせるってとっても嬉しい方だとは思うな、だからもうそんな大切な日に生誕祭に出れるのがとっても楽しみなので、2月8日に配信予約入ってたのは何だったの、間違えました、間違えました、ごめんなさい最近多いね、そう最近ね、多分チームSが1月と2月のところに固まってるのかな、だからみんな最近生誕祭で、多分生誕祭5回続きとかだよ、だからいろんなメンバーの方をたくさんお祝いできるから嬉しい、何かあったんだろうって思いました、何があったんだろうって思いました、だってただの間違いです、ごめんなさい、生誕ラッシュだね、ね、そうそうそう、生誕祭ラッシュ、
次が宮前さんで、その次が、もう発表されてるかな。あ、だよね。やかにやさん、宮前さん。そう、どん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 たくさん生誕祭が続いていくので。あと、ありがとう。俺の生誕祭は？ん？ ただの間違いかい？はい。誠に申し訳ございません。今日みんなお仕事ですか？今日もか。今日もみんなお仕事ですか？ももは今日、ももも今日は学校です。おはよう、おはよう。お仕事です、お仕事です、そうですよ。お仕事です、ありがとう、お仕事行く前に見てくれて。はい、お仕事です、休みです。わ、いいな、当然お仕事です、お仕事です、お仕事です。木曜日は一番しんどい。でもね、木曜日を前向きに考えるの。もう明日一日行ったらお休みっていうことを考えれば、今日なんてちょちょいなちょい、はい、ちょちょいなちょいで終わるから、頑張ろう一日。他のメンバーの生誕祭は当たるけど、桃田の生誕祭は当たらない。なんでや。リマありがとう。土曜日は仕事です。でも考えてみ、土曜日仕事だったらもう1週間もう折り返してきてるんだよ。そんなこと考えたら、じゃあちゃいなちゃい、じゃあちゃいなちゃい。リマありがとう。土日も仕事です。でも考えてみて、1週間って7日あるじゃん。土日、あ、まだ折り返しじゃないか。でもここまで来ればあと残り少し。だから今日も一日頑張ろう。FJK とは思えん。なんで。なんで。気に入ったんかい。いい、別に。ねえ。モーダーの部屋は暑い中でほっぺが赤くて可愛い。もうね、なんかね、何も顔に塗ってないとほっぺが赤くなるんだよね。これが不思議なことに。リボンありがとうございます。ちょちょいのちょいって昭和でやって、そうなの。レンボの星ありがとう。テレなのか、いやっとか言って、ももたんだから桃色に、あ、そうそうそう。チークを塗ってるわけじゃないんだね。そうだよ、田舎っ子はみんなこうなの。いや、みんなじゃないかわかんないんだけど、もう田舎っ子なのですぐに天然チークってやつが。あと、ありがとうございます。みんなのか、はい、でも大丈夫だよ、学校ではマスクするからバレない。マスクっていいんだよね、だってさ、顔赤いじゃん。でもこうすればさ、全くもってわからない、わからへんねん。そう、だから別に大丈夫だよっていう。仕事に出たら3日は仕事に帰れません。家に帰りません。モータン休みだったらモータンに会いに行くんだよね。ありがとう。なんかみんなね、お仕事調整してくれたりね、いろんな方法でね、会いに来てくれてありがとうございます。リボンありがとう、ありがとうございます。ニビアだってお肌の保護はいくつになってもするよ。あ、急に。でももうね、あの足とか乾燥するところになってる。それではじゃーん、キャンテラップ1332日ありがとうございます。今日はやっぱりあのももの担当のハムチーズブリトーブリトーの、あ、1333日じゃん、ごめんね。あ、ちょっとペンの色違くなっちゃったけど。許してください。あ、レンジでチンしてたの忘れてた。忘れること
る、それ絶対忘れないでよ。ブリトー温めるってもちろん1333日ありがとうございます。ブリトーでーす。今日は朝ごはんにブリトーのハムチーズを食べました。美味しかったでーす。今日の朝はカレーパンの豚汁です。え、なにそれ、めっちゃ美味しそう。いいなブリと大根食べたい。え、違うねん、なんでやねん。はい、ということでブリトーのハムチーズでした。1333日ありがとうございます。うどんでした、いいね。お昼に4個食べました。え、4個も一気に食べれるの、ね、ブリトートースターで焼いても美味しいんだ。へえ。うん、ほうそれではじゃあそろそろランキングを読みたいと思います。今から寒い中手袋をしてコート着て着込んでいきます。それではランキングを読みたいと思います。13位のテシーって方ありがとうございます。12位のアフローありがとうございます。これみんな一気に読んじゃった方が早い。11位のアフローの方ありがとうございます。10位てんてんのふいちゃんの方ありがとうございます。9位てんてんのアフローありがとうございます。8位のアフロって方ありがとうございます。ラッキーセブンのアフロの方ありがとうございます。なんでアフロ多いって、いや、なんか昨日のショールームでなんかアフロのアバターに変えてる方がいて、それをももが明日みんなアフロにしなくていいよって言ったらなんかこうなってたよね。ねえ、6位のアフローって方ありがとう。盛大な振りがあったので、いえいえ。5位のアフロありがとうございます。4位のアフロすぎて張り切ってできるカブタンありがとう。3位の大阪のおばちゃんよでって方も割と頭アフロのことに今気づきました、ありがとう。カブタンみたいので買えませんかそうだった、ありがとうね。カブタン枠だもんね。1番ありがとう。2位の生まれたの方ありがとうございます。それでは今日の1位パンチパーマやな、ん、それではいきまーす。あいしょ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 、はっ、それではいきまーす。せーの、Lなかった。ピンポンパンポーン。チク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 じゃん。今日の1位はノートアップ10の方ありがとうございます。いたたたた。待って、気づいたんだけどダンジョンの下にめちゃくちゃ大きい紫のアフロの方いない？なんやこれ。それでは行きたいと思います。せーの、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よく気づいた。いや、目立ってる目立ってる、だいぶかなり結構
ということで、今日も朝から見てくれて本当にありがとうございます。朝ね6時15分っていう早い時間に、お仕事行く前のね忙しい時間の方もいるかと思いますが、見てくれてありがとうございます。そしてね、アフロもありがとうとっても朝から笑わせていただきました。面白かったですね。今日はマリンさんの生誕祭です。夕方一緒にお祝いしましょう。また夕方会おうね1986人の方、朝から見てくれてありがとうございました。もう今から学校行ってきます。それでは二輪したいと思います。左手出して右手出して、せーの、二輪、ありがとうございました。バイバーイ何回見ても面白い、ありがとう。いってらっしゃい、行ってきます。バイバーイ。